在日本濑户内海西边的一座小山顶上，有一栋壮观的清水混凝土建筑，由建筑大师安藤忠雄设计，于1998年建成。如安藤所说，建筑不必要太复杂，保持平静，阳光和风自然而然。这里原本是私人住宅，非常神秘，甚至翻遍安藤老师的作品集都找不到关于这个建筑的记录。2015年，这里开始作为酒店对公众营业，从此无数建筑迷前来朝圣。ミニマルラグジュアリーっていうと、余計なものを取り除いて、で最終的にこう本質の部分だけを感じていただきたいと、それをこうラグジュアリーの土俵でやりたいっていうような感じでコンセプトを作っています。延べ床面積で3500平米ですね。あえて7部屋だけでやってるというですね。本館と別館っていうあの2つのタワーが横並びになっている。で地下がつながっていまして。エントランス入ってすぐのところにあの大きなメインギャラリーがあります。その奥側にはあのチェックインラウンジですとかレセプションがあります。野外プールインフィニティデザインっていうデザインをこう採用してまして、海とプールがこう重なったデザイン、四角にですね景色が切り取られるようにデザインされていて、でもここをあえて塞いでしまっていて、奥側の景色をこうぼんやり浮かび上がらせるような手法っていうのはかなり珍しいというか、さすが安藤先生っていう感じです。一組のお客様がパブリックスペース全てを貸し切ってお使いいただく、入り口の鍵をこうかけていただくと、基本的にはあの水着も不要なプールです。本当にプライベート性が高いので、ご夫婦やカップルの方なんかはあの水着なしでもお楽しみいただけます。広い15メートルプールと温泉のジャグジーと、あと大きなサウナがあります。よく言われるのが贅沢の極みであるっていうんです。4つの部屋をこう1つに抜いてしまっていて、1部屋として販売してるんですけれども、まあ、たった7部屋しかない。一番大きいお部屋が170平米の広さがあります。ここ建物登記としては5階6階に位置するんですが、そこを完全に空間をぶち抜いてまして、メゾネットタイプにしていると。この8メートルの窓のその先に見えているのが非常にパノラマビューになっていますが、あの瀬戸内海の島々を望むことができて、2階上がっていただくと、こう海抜からだいたい500メートルぐらいの高さからあの瀬戸内海を ご覧いただけるというのがあの特徴です。非常にこう躯体が分厚いので、台風が来ていたとしてもすごい静けさがある。個人的なおすすめとしては、特に雨の日があの非常におすすめで、特徴としてはあの広いリビングにハンモックとウッドデッキがある、そしてその先にあのお庭の景色というようなお部屋なんですけれども、こうリビングでこうゆっくりくつろぐというのがあのおすすめなんです。まあ、昔はあの地下1階展示室だったので、あの今レストランになっている部分は絵画がかけられていてですね、あのお客様がこう鑑賞する場所だった。美術館の中で、お食事をするといったものにも限りなく近いエリアというのがあの特徴です。瀬戸内旅解析っていうんですよね。実はこれは瀬戸内の〇〇をイメージしたものでしてというような、その季節の旬のものをこう解析というあの媒体を通じて、プレゼンテーションしていきたいと。例えば100人新規のお客様がいらっしゃったら、おそらくその半分ぐらいはこの安藤建築というものを目的にいらっしゃってる気がします。多分3、4回もしくはそれ以上、10回、20回、30回来ていただいているお客様はサービスや、お料理、建物以外のものを求めていらっしゃってるだろう。安藤忠雄先生がですね、家具の選定ですとか全ての現場に顔を出しているはずです。非常にこうエネルギーの塊というか、あの非常に声が大きくてですねあのこう存在感があるというか、建物に入ってきたらすぐ先生だと分かる、そのオーラというか、そういったものがすごいなという印象です。